どうも、天使向井です。はい、えー、このチャンネルはですね、アニメの感想やゲーム実況やガチャ動画なんか上げております。えー、今日もですね、今からアニメの感想を喋らせていただきますけれども、気に入って,て、て、えー、気に入って,てて、気に入ってて、気に入ってて、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いしまーす。イェイ。はい、ということで、えー、キセコイビスクドールですね。第11話、見ました。 あー皆さんも見ましたよね。見たからこの感想を見られているんですよね。どうですかえー、今、何にも負けない気持ちないっすか俺ある。いや、あのね、今、だから結局ですね、幸せなものを見た瞬間、尊いものを見た瞬間、人っていうのは尊いというオーラをまとうんですね。その時ってね、 恐怖心ゼロになるんです。何でもできると思うんです。多幸感、ね。多い幸せの感じ。多幸感と言ってもいい。ね。わかりますか幸せです。最高の気分です。何でもできます。バッキバキです。いや、本当にそれを思わせるぐらい今回のビスクドール。力があった。めちゃくちゃ良かった。いや、もう正直。 タイトルからの引きがいい。もうタイトルがですね、俺は今、ラブホテルにいますです。愛や待たれようと。これもしかしてとんでもない進展ありかと思った殿方。そうですよね。いや、ね。そもそもが、まあ今回は、えー、えー、今回、マリンがやるってなった、ね。これ、サッキュバスの、このね、ハーフツインをやって、えー、リズキュンか。はい、えー あーフツがダメとか言ってるけれども、ワカナの一言でやるんすよ。マーリンちゃんもしっかり女性なんです。女性の顔してるんすよ。で、その女性の顔の横にいる、そんなことをすらっと言えるワカナも、漫画喫茶でまた女性なんです。ヒーロインが2人いるんです。ヒーローが2人いてヒーロインが2人いる。これなんだキいてこい。です。 なぞなぞにしちゃうぐらい。うーん、いや、本当にですね。一個一個のセリフが洗練されて、本当に、えー、重ね合わせることによってね、すっごく二人が清らかに見えるんですよ。厳に清らかだしね、ということで。ねでまあ今回は、あえて、この服を作るというターン自体を。 少なくしてるそれはもう、あそこのシーンがないってことは、つまり信頼関係が出来上がってるんです。何回も服を作ってきた結果的に、そこじゃないところで物語を進行させようとする、二人の距離感が縮んで、前に進んだ結果が今回だと僕は思ってるんですけれども、ね、そして、えー、スタジオを撮った、えー、じゃあこんな感じで行こう、要。 か、かなめのね、えー、家の感じ、どんなんだろうな、っつって探した場所が、ラブホテル。これは面白いバラエティ。こんな面白いコメディーがありますかって思うんです。そして、わかながもう汗かいてた。ね。まあ、まあ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 、そらそうでしょう、ということなんですけれども、うん。でもやっぱり、ここがね、二人ともこの、やっぱり最初に言いました、ピュアなので、それがね、やっぱり、 まあまあ、若菜は変に意識してしまう。でもね、マリンちゃんは、やっぱり無邪気に遊んじゃうっていう。まあ、最後の最後でね、やっぱりコスが楽しいっていう部分を、本当思いっきり言ってる。あのシーンが、やっぱり、えー、マリンちゃんの一番の原点であり、源流であり、魅力だと僕は思ってるので、それはそうなんですけれども、ね。で、まあ、若菜はやっぱ真面目に、ちゃんと、 インマとは何だって向き合いながら、えー、衣装を作ったまずそれが可愛いっていうのもんですよ。ね。でもその、えー、いろんな、あ流れ、えー、今までとは違う部分が、やっぱりラブホテルにあって、見つけちゃいけないマッサージ機とか、見つけちゃいけない、あるんすよ。ね。わかります。その若菜の気持ち、さすがやっぱりね、僕も一応、ね、やっぱ何の、もうウブです。ウブでした。 ね、今もウブです。そんなあウブがですね、ああやって顔を赤面しながらドキドキしているさも、やっぱね、若菜の気持ちはめちゃくちゃわかる。だからこそ、違うところに集中したいって言ってね、それでまあメイクとかしてながら、出来上がったらまたこれが可愛いんだ。この可愛さをなんとするって話ですよ、本当に。うん。ああ、普通に似合ってんのよ。なんで似合ってんのよっていう話。やっぱ似合うじゃん。物がいいじゃん。ね。 そういうところね、やっぱね、さらっと言えるところとかもね、やっぱいいなぁと思ったんですけれども、ばーっと進んでいく。で、まあ盛り上がっていく。写真で綺麗に撮りたい。そんな流れで、そんな流れで、ね、こうやって、えー、こもり歌を歌ってるし、あのシーン、横顔も良かったですよ。この、この角度ね、この角度でしたこの角度、こっちかあれも良かったです。あれも良かったんですけど、真正面から撮りたい。俺の上に乗ってください。マジかよです本当に。あの、 天井ガラガラガラマジかよですよ、本当に。潜んだ忍びも開けて確認。それぐらいの驚き、あそこありませんでしたよ。俺はびっくりしますよ、あんなもん。ね。えじゃあ俺の上に乗ってください。ガラガラ、えってなった、あの感じ。でもマリンちゃんもマリンちゃんでやっぱ没頭してるから、そうだねって。まずあそこで気にしたのが、重くないとかなんですよ。 やっぱ、そこも女子なんですけど、女子が抜けてるっていう変な一言を言ってるんですよ。それでもまだ、あ、えー、でもそんな中で乗る、重いよとか言いながらまずね、そういう部分は乙女な部分なんですけど、それバーっと乗って乗って、それ写真撮る、可愛いねってなもんですよ。素敵な写真。本当に素敵な写真ってことはもう当然わかるんです。そんな中でね、コースが全部楽しいとか、もうそのね、マリンちゃんの気持ち全部わーっと出た。ここからだ、さあ。ここからだ。 ね、そうなんですよ。ここから、パッ、横の声が聞こえる。あれで、夢中になってた若菜が、パッと気づく。やばい。その音聞く状態、気づく。上に乗ってくれなんて言ってしまった。全部がババババッと繋がった時に、やっぱ体は反応しちゃう。そしてやばいと。やばいと思ったんで、それで、 俺の上から降りてください。パッと見たときさ、ね、どけようとしたときに触ったのはこの下腹部だ。向かい調べですが、すべての神経の40%が入っているというあの下腹部。そっと触ったら、うんで声が出た。それに対して、持ってたスマホがパーンと飛ぶ。そして、携帯がその、 ラブホテルのベッドの上にある電源のところバッと当たる。そして電気が消える。遠くからはその声。声だけが聞こえる。真っ暗になる。声を止めているマリ。そして若菜も落ち着こうとしてる二人の、吐息始まりました。吐息劇場。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あはあ。少しずつ、少しずつゆっくりとずらしていきながら、体をずらしていく。しかし、 この「はあハあ」という声が「は,は2人の気持ちが一緒になるかのように「吐息が「と会っていくそして暗闇の中2人は近づいてきてさあこの暗闇の中だからこそできるその大胆な行動があるのか という時におも,むきおもむろになる電話二人は現実世界に戻ってくるそして着替えに行くマリンマジでヤバかったそして家でわかなわっスタンディングオベーションですもうねもうす,すさまじかったいや 何と言うんでしょうもうとんでもない時間を得ているこれをまた11話に今までの若菜とマリの2人の関係をずっと見てきた人間に11話でこれを見せる「IKI 息息ですいやーこれはちょっと。 といや、もだえないわけないでしょ、人生、これ、本当、これ見て、もだえるために生まれてきたんじゃないかなって、目、バキバキになりながら思うぐらい、本当に、いいアニメだな、いいアニメ、本当に、めちゃくちゃ、2人の純粋な部分も感じれるし、やっぱ、コスに対する熱量、嘘がない、えー、嫌な人が出てこない、そして、こういう息だけでの芝居もできるんだ。 僕は今ほんと何でもできますよ。この多幸感というオーラに包まれてますから。皆さんはどうですかごめんなさい。どうですか僕が一人で喋りすぎちゃった。どうコメントい書いてみないボーイ。本当に。いや、ね、僕はこう思いましたけど、皆さんの意見もありますから、ぜひ書いちゃってください。えー、ということで、ビスクドール、えー、キセコせですね。第11話、感想喋らせていただきました。もしよかったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、天使向井でした。